それ山口から5時間特急電車に乗ってきてね、電車じゃないんで、ね、特急に乗ってきてさすがに疲れましたが、ここが、鳥取県まで行きました。鳥取県倉吉駅です。山陰本線の駅です。明日鳥取砂丘に行こうと思いますので、どっかこの辺に、ね、三朝温泉とか海見温泉とか、まあ、ハワイ温泉、東郷温泉、まあ、いろいろ、ね、有名な温泉地がこう連なっているようなところなんですよ。どっかその中の一つに泊まろうと思ったんですけど、私明日ハワイ行くんですね。だからちょうどいいから、ハワイ温泉があるんで、じゃあそれに、ね、まあ、ゆかりがあるということで、ハワイ温泉に泊まろうかな、ね、そういうことにしました。これからハワイ温泉の千年亭という旅館に予約してあって、動画も撮っていいですよと言ってもらってるんで、そこで、お世話になろうと思います。で、今の時刻は夕方の5時50分で、そのハワイ温泉までの旅行までの送迎もあるそうですが、今の時間はもうやってないそうですから、まあ、それはタクシーで行くことになりますけど、まあ、そんぐらいはいいでしょう。ちなみにこの倉吉は、梨の産地として有名で、まあ、鳥取県全般的に有名ですけれど、駅前のロータリーに梨の木が植わっている、そんなところです。天気がいいからね、よかったわ。思ったより立派なところを予約してしまったのびっくりして、まあ確かに値段もね、1泊1名だけですけれども、1万7000円ということだったんで、まあ確かにいい方だなとは思うんですけどね。ハワイ温泉千年亭さんです。昨日電話で予約をさせていただき、平日なんですけどね、満室ということだったんですが、よく調べていただいたところ、空室が見つかりましたということでね、泊めていただけることになったわけです。1名のみなんですが、助かります、ありがとうございます。で、宿泊の手続きをする前にちょっと周りをブラッと、まあそんなにブラブラはしませんけど、こんな感じの赤い橋があったりとかね、向こうに池がありまして、池のほとりに立っているのが、まあ、東郷湖って言うんですけどね、この湖のほとりに、建設されているのがハワイ温泉郷というのかな、周りにいろいろあります。まあ温泉郷というかハワイ温泉、ここにハワイ温泉ってひらがなで書いてあります。もともとは羽を合わせると書くハワイという字だったらしいんですが、これがまああれですね、アメリカ合衆国のハワイに、多分なぞらえてひらがなになったと。でこれが正式名称ですが、途中ここまでの道中で見ているとね、結構カタカナでハワイって書いてある表記もいっぱいありましたね。ちょっとここには全く見当たりませんけど、福井県に小浜温泉ってのありますけどね、2009年ですか、オバマ大統領がバラク・オバマさんがね、大統領に当選されたわけですが、その時に小浜温泉もなんかフィーバーしてたの覚えてますね、テレビでやってました。でもここはなんかそういうハワイになんですか、こうしがみつくみたいなことやってないみたいですね、すごいな。止まってる車のナンバーとか見ると、まあ、鳥取ナンバーもありますが、奈良とかね、大阪、浜松、東京とかは、まあ、車では来ないのかもしれませんが、福山とかね、そんな感じだな。やっぱ関西の各地から車が来てます。これ入り口なのかな、こっちか。ああなるほど、すごいですね。なかなかこんなちゃんとしたところ止まりませんよ。背筋を伸ばして入らんといかんな。ハワイ温泉の由来、慶応2年の4月に、ここでタモ打ちをしていたところ、湖からなんかお湯が湧き出るのを見て、暑かったので、なんかそれでまあなんなん、この千年亭を作った方はもともとこのハワイ温泉を発見した人だったんですね。明治27年に、実際に本格的な、ここでの温泉場を作り始めたんだということです。じゃあ結構な老舗旅館なんだな、これは。もともとはしかも浅津温泉といったそうですが、これがハワイ温泉に改名しイメージアップ、昭和53年ですからね、昭和39年頃から海外旅行自由化されてハワイに人が行くようになりましたんで、ハワイ町とそれからこうなぞらえて改名して、やっぱそういうイメージあったんだな。なんかやっぱすごいな、動画撮っていいって言われてるんですけど、ちょっと縮こまっちゃいますよね。やっぱそんなね、いいところに泊まると違うんだなと思いますからね。これ私の客室ですね。これ特別室とかではないそうですが、多分普通よりも広いのかな、広めの部屋なのかなとちょっと思いました。二人静かって名前がついてるんですね。こういう部屋に名前がついてるっていう時点で、ね、結構なね、ランクなのかなと思いますけど、私あんまその旅館のランクとかについては知りませんが、これこう閉めてこう靴脱ぐところがあるわけですね。まあこれ旅館だったらどこでもこうなってますけど、なんかこうやっぱ綺麗ですよ。で、副支配人の方にですね案内いただいたんですけれど、古くなっててねみたいなんですけど、どこが古いのかよくわかんないですよ。まあその確かに昨日作ったようなホテルじゃないですけどね、いや旅館じゃないですけど、十分新しい綺麗だと思うんですけどね。もっと古いところいっぱいあると思う。まあ別に、この広い部屋ね、広いなと思うじゃないですか。これ違うんですよ、これで終わりじゃないですかね。これですよ、これね、これ東郷湖湖、
開けます。素晴らしいですね。うわぁ、オーシャンではありませんけど、なんていうのこれ、レイク、ポンドじゃないな、レイクビューって感じですか。窓開けると虫が入るかもしれませんけど、ちょっとそれは慎重にやっていこうと思います。これ昔はね、ここにいろりがあったんですよって教えていただきました。はぁ、すごいですね。でね、これで終わりじゃないですよ。これまたさらに茶室ってどうやって使うんだろう、これね。おぉすごいな、ちょっと後でなんか挑戦してみるか。で、この旅館の方にもかなりですね、あの撮影に関しても、協力的にやっていただきまして、まあ、この茶室もまず紹介するか。これこんな感じのところですけどね、ここにこう座って、まあ、こう座椅子のすごい肉厚の、おおっと肉厚の座布団がありますから、まあ、これで多分座っていくんでしょうけど、これでいいですね。これね、こう水面を眺めながら後で落ち着いて湯上がりのお茶をいただくのでやってみたいですね。ちょっと一旦これはでもね置いておきます。なぜならばあと、30分はしない、30分はするかな、それぐらいですけど、夕飯の時間が控えているということと、その前にねお風呂に入ってきて、でお風呂は、お風呂は撮影できないじゃないですか普通。さすがにちょっと私もそういう他のお客さんがいるようなところでカメラ回させてくださいというお願いをねするほど自分があの程度の高い、まあ、いわゆる YouTuber ではないと思ってますんで、ちょっとそれはなと思ってたんですけど、あの貸切風呂がありますんで、どうですかそこで撮影されませんかって言って、なるほどその手があったからね、使わせていただくことにしました。ただ貸切風呂にはあの体の洗い場とかはないそうなので、まず一般のお風呂でね体の汗を流してから、もうちょっと特急列車にね5時間も乗った汗が染みついてます。それを流してから、貸切風呂に行ってですね、さっき見せていただいたんですよ、この湖を見ながらのお風呂ですからね。それをこう楽しんだらば、その後浴衣に着替えてのんびり夕飯ですよ。いやこれ最高ですね。いいとこじゃないですか。これ夕飯食べている間に絶対布団敷いていただけるはずなので、ちゃんと片付けておかないといけないですね。まあ、通常の教養ある日本人であれば、まあ、こういうところに泊まるような人であればちゃんと片付けとかしとくんでしょうけど、私はいつもとっちらかしたまま行ってしまいますので、しっかりしておきたいところです。これも美味しそうだな。鳥取県名物のカニや梨などお菓子。私本当は梨アレルギーなんですけど、食べたいな、これすごい食べたいな。ちょっとぐらい食べてもいいんじゃないかな。多分実際このぐらいだったら大丈夫だと思うんですよね。おお、ゼリーですよ。うん、おいしいですね。私はこの後梨アレルギーの話を一切しなかったら、あの全然問題なかったところは気にしないでください。よし、じゃあ着替えも済みましたんでね、この袖の下にあの部屋の鍵とか入れとくわけですけど、いやいいなぁ、ちょっと今のうちに一回でもこの後半の風に当たりたいですね。なんか書いてあるんだ、この時期ユスリカが大量発生します。あ、そうなんですよね。あのあそこ琵琶湖じゃなくて、なんだっけ、あそこ諏訪湖行った時もね、いっぱいいましたけど、でも今はいないわ。夜になるといっぱい入ってくるんでしょうけど、温泉のあれですよ、ジャバ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 ーって言ってる音ね。あーこれいいですね。反対側も見ますか。こうですよ、こう夕日が湖面を照らしております。いいね。露天風呂はこんな感じだそうです。まだ入ってませんけど、これと大浴場があるそうですが、こんな感じ。まずここで汗を流してきませんとね。この階段の時点でなんかもうすごい綺麗で豪華な感じがしますよね。で、宇宙湯のところで体は流してきましたが、おお素晴らしいね。ここでスリッパ脱げばいいのかな。脱衣所みたいなものちゃんとありますが、これはあの貸し切り風呂ですね。45分単位での貸し切りになっているそうです。いやちょうど湖畔に夕日が沈もうとしてるのが見えますよ。いやいいですね。これお隣にもどなたもおられませんので、あのこれ、ね、貸し切り風呂は2つあるんですが、今日は私だけみたいですから、まあ、割と好き放題喋っても迷惑になりません。ちょっとあの服を脱いで実際に入浴しているシーンだとね、あの撮れる角度とかに限界がありますので、今のうちにやっとくわけですが、これお湯、あこれはそんな熱くないけどね、さっき入ったところはね少し熱めでした。体からもまたなんか独特の匂いがしますが、まあ、多分なんですが、あのちょっと成分表示が見なかったんですけど、これはまあ源泉かけ流しのねいいお湯だと思いますよ。
というのは、あの源泉のかけ流しそのままではなく、そのままでやると、まあ、熱いじゃないですか。で、熱いお湯を、まあ、熱いお湯が好みのために熱くしてるって可能性もあるんですけど、熱いのを冷ますっていうのは普通に考えられますね。でも温泉の成分が冷ますと薄まってしまいますんで、まあ、それは良くないということで熱いまま出してるみたいなんですね。で、結構そういうところの温泉はいい温泉なんですよ。成分も濃いままですから。で、逆に薄くしたくないだけの理由があるからってことですね。ここの泉質がどうなのか、多分アルカリの温泉かな、ちょっとスベスベしてますね。まあわかんないですけど、のかなと思うんですけど、まあやっぱこれもいい温泉なんじゃないですか。いい温泉じゃない、いい温泉なんじゃないですかっていうのはね、ちょっと無責任すぎる発言かもしれませんが、少なくとも入り心地はとても良かったです。だからね、そこに書いてありましたけど、ここの温泉は全部この湖に流れ込んでるらしいですね。もともと湖で湧いていたところに、湧いていたエリアになんか囲いを設けて、そこで暖かい区分けを作って、入浴をしていたのがこの温泉の始まりなんだそうですけど、まあ、なんか今でもこう湖に流れ込んでるっていうか、その時代を感じるな、そんな気がします。それでも一人で入るには少し広すぎますかね。まあ、こんな感じですからね、伸び伸びしてていいですよ。いやでもやっぱこう旅館の動画とか温泉の動画とか撮っても面白い、旅館 YouTuber に転向しようかな。多分この動画もいっぱい見てもらえると思うんですよね。結構楽しいですもんね、旅館とかホテルに泊まるのって。私もいつもなんだかんだ、ここはどんなホテルかなとか、どんな旅館かな、まあ、特に旅館ね、毎度毎度気になりますから、今後もスーツ旅行チャンネルでいっぱい出すと思います。ちょうどね、夕日もいい頃ですよ。これが沈む頃に夕飯が始まるわけです。いやー、ぴったりなタイミングですね、本当に。夕飯はこんな感じで大広間でいただくことになっています。まあ、いろいろ夕飯の形式にもあるようですが、ウーロン茶は別に注文しました。千年島の一軒宿って書いてありますけどね、千年島って読むのかもわかりませんが、確かにどこを向いても湖面が見えたんですが、ここは島だったんですね。お刺身も美味しそうですが、土地のものとしては多分これかな、鳥取の大山、そのふもとで作ったらしい、作ったというか育てた大山鶏、これを焼いてお召し上がりくださいということでした。どれもね、美味しそうですよね。カニも鳥取県の松葉ガニ以外も鳥取県の名物として普通にカニはあります。美味しいよ、混ぜても混ぜて飲んで。このカニもね、こんな感じであらかじめ割ってくれてるから綺麗に食べやすいよなと。いや、これ親切ですね。なかなかね、こううまく取れなくて、カニをスプーンでほじくって食べるみたいな感じなんですが、これは多分爽快に食べることができそうです。美味しいに決まってますよ。これはあと5倍ぐらいあります。天ぷらの盛り合わせ、左奥にあるこれはフグだそうです。それからこっちはヤマメの塩焼き。旅館の料理って本当にいっぱいあるからね。食べててね、旅館の片付けの方からね、ハワイのご飯美味しいですかなんて言ってね、もちろんアメリカのハワイのご飯はそんな美味しくなかったけど、ここのハワイのご飯美味しいですね。ここへ来るとアメリカのハワイっていう風な言葉を使うようになるからいいですね。普通はね、日本にもハワイ温泉があるみたいな言い方をするわけですけど、こっちからしたらあっちが偽物なわけですから。いやでも、まあ、こっちもハワイってあれを意識して名前変えたのかな。これ中井さんというのかなとか、この料理 の、食堂の担当の方とか、さっきお話しした支配人さん、副支配人さんとかね、もう大体明日ハワイ行くんですよ。これ本当のことですけど、そういうともう定番ネタですね。それは面白いですね。視聴者の皆さんもどうですかね。まあ、私もね、まさか前日にハワイ温泉に来ることになるとは思わなかったんですけどね。明日エコノミークラスだからちょっと辛いんで、今のうちにゆっくり休んでおきたいですね。エビはね、子持ちのやつをいただきましたけど、これピント合います？どうやって食べればいいんだろうな。このまま食べるか。とりあえず丸ごと口に。不思議な食感だ。行儀悪いですよね。楽な格好で食べてねって言われたんでね、お言葉に甘えて楽な格好で食べておりますが、お吸い物ですね。柚子の香り、まだ熱いですけど、お吸い物とお吸い物ほど
見た目と味の高さ、質の高さが似合わない食べ物ありませんねみたいな、これなんかで私発言しましたね。何の時だったか忘れましたけど、白玉団子みたいなの入ってちょっとかじったんですけど、本当に食感とかもその感じなんですね。そういうのあるんだな、初めて見ました。大山鶏について教えていただきましたが、大山の麓のところで餌とかね、あのひよこが生まれてから、屠殺されるまで、出荷されるまで、そこの餌とか水とかそういうの全部、大山の麓で調達したものを使って食べさせたものに大山鶏という名前を与えているそうで、この千年亭さんでは塩麹漬けにして提供しているということでした。美味しかった、全部食べました。ちょっとね、体質的に食べられないものが2つぐらいあったのが申し訳なかったんですけど、あ、エビ忘れてましたね。美味しかった、いきましょう。これすごいですよね、ちょっと旅館のあちこちのこういう演出を見て回ってみましょうか。こういうのがいっぱいあるんですよ。これさっきの料理をする、料理というか食事するところの周辺ですよね。こんな川が流れてるな。今ちょっと後片付けの時間ですからね、いろいろ慌ただしいところですけれど、さっきはもっとねすごかった。これあやめ本物か、本物だな。造花かと思ったら本物でしたよ。今日の動画7時に出そうと思います。1時間半もね、ついつい居心地が良くてゆっくりしてしまいました。これはいいな。一番最初の玄関のところに来てみましたけどね、外に出かける用の下駄もたくさん並んでます。まあ今は使いませんが、後で借りて出歩いてみてもいいかもね。これもすごい立派な生け花だな。これ一期一会のイバラ、イバラ、これはまたこう噴水の仕掛けですよね。いっぱいあるわ。これさりげなくやるっていうところがいいですよね。まっすぐ歩いてるとそんな気づかないもんな。こういうね、トイレの脇にも噴水があって、噴水っていうのかな、こう水が流れ出て、これを橋を渡ってこれトイレ行くんですよ。何回でもトイレ行きたくなりますね。じゃあ部屋に戻ろうか。袖の下にこれ入れる。ポケットってものはないですからね。角といえばと、さっき開けっぱなしに出ていった襖が閉まっていて、まずここの鍵をかけますが、よし、これで、わあ、いいですね、これね、これですよね。まあ、ちょっと一人しか泊まってないんで、なんかこう物寂しくこう布団がパーッと置いてありますけど、まあ、全然もう布団もなかなかデラックスな感じなんで。これでちょっと、なんですか、こう寂しいような感じもしないですね。結構大きい、セミダブルなんかな、違うかもしれない。おー、なんかこう、またこれもいいですよ。こう、キラキラと反射してるんですけど、ちょっと見えないな。こんな時でもね、動画投稿はしなきゃいけないんですけど、確か Wi-Fi のパスワードとかさっきどっか書いてあったから Wi-Fi あるな。ちょっとね、さっきまでせっかくここに茶室があるってことだったんで、ここでベターっとしてたんですけど、茶室ってこういうことやっていい場所なのかどうか知らないんですけどね。まあそんな別に多分自由に過ごせばいいと思うんですけど、これもうそろそろ眠くなってきて寝ちゃいそうなんで、もう一回お風呂入ってきてもいいんですけどね。でもいいや、眠いんだったらこのまま入って明日の朝にすることにしましょう。電気を消して回りましょう。あちこちの部屋の電気を消して回る楽しみ、消すだけ部屋がたくさんあるっていうのは幸せなことですよ。ちゃんと扉も閉めとくか。でもちょっとね、カメラの充電して忘れ物すると大変なんでね。これもこういう感じですけどね。明日の朝またここで、日が昇るのを見ながら水でも飲みますかね。じゃあおやすみなさい。パソコンが、はい、なんでおはようございます。翌朝の7時半ですね。なんかちょっと寝癖が結構ついてるような気がしますが、まあお風呂入れば治るでしょう。湖から明かりが差し込んできますね。まあそれは当たり前なんですけど、なんか昨日の夜見たらね、ゆすりかがガラスのところにビャーっとくっついてたみたいですが、朝になったらもういなくなりました。じゃあお風呂入って朝ごはん食べて、いや夜ね、早く寝ますと朝起きるのも早くなって、なんか健康的な感じがしますね。
朝になると大浴場の順番が男女が変わりますんでね。いやこっちの方がね、昨日女性用だった方がなんか二方向の湖が見渡せてなんか良かった。たらもう朝ごはん。10分で食べ終わってしまいましたけどね、でも美味しかったですよ。タコのご飯、タコ飯と、それからしじみ汁、それからお刺身を多分醤油漬けにしたものとカルパッチョと、まあそのぐらいで、今日はねちょっと少なめにしておきましたけど、まあ、どれもねこうちゃんとしてる、こうなんだろうな、適当に作ったようなものがね多いですが、あとだし巻き卵か、あれもめちゃくちゃ美味しかったね。さっきまでお客さんがいっぱいいたんで全部食べ終わったお皿しか解説してませんけど、一応物は移したはずです。朝ごはんの会場にはね、こういう金魚の巨大な水槽があるんですけど、これなかなか立派ですよ。金魚、あれも金魚か。全部そうみたいですけどね。相当の数です。みんなね、餌が欲しいのか、上の方に寄り集まっています。今日の出発の時間は8時30分ということにしました。鳥取砂丘を見に行って、その後今日中に新幹線で東京へ帰り、またさらにそれだけではなく成田空港に向かわないといけませんからね。成田夜9時発の便ですけれど、そこまで行かないといけないんで、ちょっと早めに出ていた方がいいなと、いつもだったらチェックアウトの時間ギリギリまでいるんですが、なんか取れるのかな、あ取れるからああいうことやってんでしょうね。しかしそろそろチェックアウトの時間です。あと15分ですが、生産はねまだやっておりませんので、これからやらないといけないで、生産はもしかしたら混むかもしれません。それでお待たせしてしまうと撮影させてもらったり申し訳が立ちませんので、早めに部屋も離れておこうと思います。早いね。なんか長いもの持ってますよね、あれ。持ってるわけじゃないのかな、あれは船の装置か。はあ。この湖の対岸にあるのが東郷温泉。東郷温泉よりもハワイ温泉の方が規模はかなり大きいみたいです。どれが東郷温泉なのかちょっとわかんないですけどね。でも湖の真ん中に浮かんでいるこの島に立っている宿はここだけだというので、めっちゃ一番ここがいいんじゃないですかね。お世話になりました。本当にこんないろいろよくしていただいて、いいところですよね。おお、違う、びっくりした。大型バスを所有してるのかと思ったら、あれは送迎用のバスじゃなくて、あの観光バスの団体ツアーで来てる人 の見送りですかね。車で倉吉駅まで送っていただきます。急いで来たので私が一番先の到着だったみたいですけど、8時50分の出発、これから鳥取に行き砂丘の動画を作りますから、またお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。